水子。藤吉は無事だったぜ。いやよかったよかった。今までどこ行ってたんだよ。先生が学校いない間に大変なことになってんだぜ。見ろよこれ、思いっきり横領犯って書いてあんぜ。全部雅が仕組んだことよ。藤吉から金取ってあんたの服に仕込ませ、他の学校の子たち集めて制服パブでっち上げて。知ってるよ。え、何よ。モザイクねえ方がずっとまぶいな。そんなのんきなこと言ってる場合じゃねえ。手間かけさせちまったな。悪い悪い、今日のところは帰ってくれやな。冗談じゃないわよ。ここの学校一体どうなってんのよ。おい鬼塚、何考えてんだ。あいつは重要な証人なんだぞ。バカ言ってんじゃねえよ。大の大人が14歳の毛も生えてねえような女にいいようにはめられましたなんて証言された日にはみっともなくて外歩けねえだろうが。でもこのままじゃ。まあ見てろって、俺流のけじめのつけ方ってやつ見せてやるからよ。けじめて先生、そっちは体育館だぞ。おい、やべえって、今そこに入ったら。静かにしろと言ってるのか分からんか。こらハゲ、ちゃんと説明しないと授業料払わねえぞ。私をハゲと呼ぶな。それでは鉄を取る。鬼塚首に賛成の者手を挙げなさい。藤吉は無事だ、ご心配なく。何しに来たんだね君は。この犯罪者め、よくものこのこと顔を出せたな。おい聞いてんのかね。なんだねその威圧的な態度は。腕を下ろせ。おいなんだ、ね、どうも横領犯の鬼塚です、よろしく。本当にやったの。本当にやりました。私が横領犯の鬼塚。何だってやがったこの泥棒が。何だって言うたらお前のことだ。うるせえ会社。いいんだろ会社よ。金ならきっちり耳揃えて返してやらな。どうだ、これなら文句ねえだろうか。返してくるなら警察いらねえんだよ。帰れこの詐欺師野郎。いや、一人一万円のキャッシュバック付き、これならどうだ、おいしいだろう。そんなもんで決まってるだろ。殺しにしようとしてんじゃねえぞ始まりよしが。嘘じゃねえ。生徒を買収するなど言語道断。うるせえ。よーし、分かった。てめえらそこまで言うなら俺も腹くくるぜ。いいか三年の野郎ども、耳の穴かっぽじってよく聞けやれ。この際林間学校なんてケチくせえことは言わねえ。この俺様が三年全員八ヶ岳の代わりに青い海とキウイパパイヤマンゴーいっぱいの沖縄旅行に連れてってやるぜ。三泊四日豪華ホテル、ハブとマングース賞付きデラックスプラン、出血大サービスだ。はあ、沖縄だってよ。絶対連れてけよ。おう、あげすぎ。連れてかなかったら首にするからな。おう、上等だぜ。文部省でも何でも連れてこいや。何言ってんだあいつ。3年全員沖縄って一組40人だとしてざっと800万だな。無茶だ。もらいタバコしてるようなやつがそんな大金持ってるわけがねえ。すごいね、鬼塚先生にあれだけ弾劾の声を上げていた生徒たちを一瞬で自分のペースに引き込んで。さすがね。いや、引き込んだというよりも餌で釣るという教師としてはあるまじき行為では。面白いじゃないですか。やらせてみましょう。
見届けさせてもらうわよ、鬼塚先生。教師、いえ、人間としてのあなたの力量を。さて、今度はどんなジャーマンスープレックス決めてくれるのかしら。どうすんだ、あんな大見え切っちまってよ。800万だぞ、800万作れるわけねえじゃねえか。バカめ、俺が何の賞賛もなくてあんなこと約束するような間抜けだと思ってんのか。え、あるんだよ、金のあてが。ダチ公から担保で預かった1000万の宝くじの当たる券がよ。嘘じゃーん。どうだ、すげえだろ。警官やってるダチから10万円貸した代わりに担保として預かったんだ。ま、そいつには悪いけど、この際使わしてもらうしかねえだろ。本当にこれ当たり券なのか。足りめえよ。俺が偽物捕まされるような猿に見えっか、猿に。ドジャーン、どうだ。こうやって新聞のコピーまでついてんだ。偽物のわけねえって。よし、さっさとこいつを現生に変えてよ。ついでにうまい飯でも食って。先生、これ偽物だよ。あ、この数字手書きだぜ。なんだって。そんなバカな。おお、本当だ。7がでけえ。宝くじの方じゃなくて新聞を書き換えるとは巧妙な。猿でもわかるって。おい、これ一応当たり券だぜ。本当か。100円だけどよ。大島の野郎、よく降りてめろ、主人な心。作っておきましたよ、見積もり。え、いや、さすが鬼塚先生ですね。自腹で3年全員を沖縄へ連れてってくれるなんて。いや、実は、はい、見積もり書823万とびとび25円。今からじゃ変更は聞きませんから、1週間以内に納入してくださいよ。1週間。そうです。ま、いざとなったらマグロ漁船に乗って遠洋漁業に出てもらってでも作ってもらわないと。でも意外と似合うかもね、海の男も。妙に納得してんじゃねえ。おい、どこ行くんだよ。